飛ぶ街が飛ぶ雲も突き抜け星になる日を吹いて闇の先スーパーシティが舞い上がる時を時をが二人を抱いたまま時を時をが空を飛ぶ海に浮かんだ光の泡だとお前は言ってたね見つめていると死にそうだと加えたばこで涙落とした時を優しい女かもその手にできるよ一時夢を買う恋人に奇跡を生み出すスーパーシティ時を悲しい男が吠える街時を時をが星になる不思議の街に怪しい胸騒ぎ奴らに知らない遊園地がスイッチ一つで咗佢，我自己一個星期都唔唱歌，因為我相信啊，好多香港人都同我一樣啊，等待今日噶。哦。同埋我覺得咧，即係佢嚟表演咧，可以俾我哋香港嘅藝人好多嘅進步同埋參考噶，同埋反省啊。反省。好啦。好好啊！今晚邊只歌你哋最喜歡聽啊？啊，隻隻歌都咁中意聽。好睇啊！邊只最中意？第一隻 Tokyo 啊。第一隻。Well, it's unusual for an Oriental performer. You know, he a lot of excitement, a lot of action.A lot of heavy music is very good for an Oriental performer.
英国統治下にある香港は人口560万人。その市街は東洋の貿易の中心地として一年中活気に満ちています。香港で一番人気のある歌手といえば沢田研二。そのジュリーが香港でコンサートを行う。香港政府より特別に招かれたためである。沢田研二香港公演。このニュースはたちまち香港中に飛び、香港の街は研二沢田一色に沸き立ちました。さて、香港の人たちはですね、日本、それから沢田研二をどう思ってるか、公演前にちょっと聞いてみたいと思うんですけど、ここはですね、日本人の観光客相手のこのホテルの中の大きな東方越しというお店でございます。沢田研二、いよいよ公演、はい、香港でやりますけど、どうですか、沢田研二は。大体僕は好きだから、沢田研二です。あんた好き、はい、僕も今回も気分良かったよ、いっぱい。大ファンなんです、ね、そう。どういうとこが好きですか、沢田研二。そうね、全体的にね。会いたいですか。はい。あんた似てんね、沢田研二に。ちょっと後ろ見てごらん。あ、そっくりじゃないか、後ろ。さあ、またまたこちらのお店の方たちに聞いてみたいと思います。沢田研二はどう思うか、まず端から聞いていきます。はい。佢幾好啊，都佢香港都幾受歡迎嘅，佢幾受落啊，可能係香港冇咁嘅，即係啲歌聲冇咁突出啲啦。模仿都係咁大膽嘅作風出嚟。あなた、どうですか、沢田研二、好きですか？大好き。そう、どういうとこ好きですか？形、どういう好きは？顔どうですか、顔、沢田君。素晴らしいね。素晴らしい。そう、あなたも素晴らしいね、メガネが。メガネだけ、いやいや、顔も素晴らしい、スタイルもいいね。情调细细春有你，明月朗朗，这里多幽静。女でしょこれ。その頃、東京ではジュリーとオールウェイズが香港公演に備えてのリハーサルの合間、広東語によるジュリーのナンバーに耳を傾けていました。和やかな中に香港公演への意欲を燃やすジュリーです。ドキンチェン、なんかシンセサイザーで弾いてみたいな感じだね。なんとなく香港の雰囲気がしてきたね。沢田研二以下スタッフ総勢30名を乗せた日航機は、飛行時間およそ4時間、やがて香港の上空に現れた。空から見た香港の街はくっきりとその姿を見せ、ジュリー一行を両手を広げて迎えているかのように映った。空港に滑り込んだジュリーを待っていたのは、信じられないほどの人の波。まさしく熱烈歓迎そのものといった香港の歓迎ぶりは、ジュリーの想像をはるかに超えていました。空港記者室では香港 RTV 主催の記者会見が行われました。香港一の美人女優、タレントらに囲まれ、モテモテ熱烈歓迎のジュリーです。日本でよりか人気があるみたいですね。意外と、はい。ジュリーは熱烈歓迎ぶりに感謝しながら一度ホテルに向かう。その車をタクシーで追いかけてくる熱狂的なファン。ここでもまた熱烈歓迎の出迎えです。クイーンエリザベスホール、ここが沢田研二香港公演の舞台。香港で最も人気のある歌手、沢田研二。
会場ももどかしく波のように押し寄せる香港のファン。延べ3回にわたる公演のチケットは発売と同時に売り切れ、いかに香港の人々がジュリーの公演を心待ちにしていたか分かろうというものです。そういうことなんですけど、要するに両方で50個、100個ね、こういうすごいんです。大家你估下我左手定右手边啊？嗰啲咁嘅灯泡咧，有几多个啊？嗱，嗱，估仲有奖啊！左手边50个，右手边有50个灯泡，总共加埋100个。得。でね、このストロボね、ストロボ。なぜ皆さんにストロボを焚いてはいけないと言ったか、自分が焚くからです。你睇下我前面呢啲啊，而家将呢件挂物扯出嚟啦，大家睇下。多谢。それでは、ね、軽装になりまして、大いに張り切ってね、ショーを進めていきたいと思っております。我而家觉得好轻松啊，我要为各位再努力表演。今度は。香港の皆さんにもおなじみの曲だと思います。呢一歌大家都好熟悉嘅 Old Girl。主役で息を一人占め。サンデー
Whoa, 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 抱きしめて
さないさ二度とお前がパラダイス涙ならば吸って唇なら噛んでお前がパラダイス Oh yeahジュリー一行が到着したその晩、香港 RTV 主催で澤田賢治歓迎レセプションが開かれました。この香港式ディナーパーティーは堅苦しい挨拶など一切なく、出席者全員自由に飲んで食べ大いに語るという香港で最高のおもてなしだそうです。ミスターブーでおなじみのホイ兄弟も駆けつけてくれました。ジュリーを待つクイーンエリザベスホール、コンサートのための照明音響機材が運び込まれ、総量実に6トン。こういった大規模なコンサートは香港でも初めてのこと。このクイーンエリザベスホールは世界に誇る体育館として昨年10月建設されました。そのこけら落としに最もふさわしいイベントとして香港政府は澤田賢治公演を企画したのです。この静寂の大ホールがあと数時間後には3000人の人を飲み込んだ熱狂のドームと化すのです。開演前の興奮が場内にたぎり、人々は今や遅しとジュリーを待ち受けます。さて、ここは香港島にございますクイーンエリザベススタジアムの前でございますが、なんとですね、開演まだ6時間前なのにもう熱狂的なファンがもう詰めかけてですね、これもうどこでサインしてもらったんでしょうかね、確か空港から彼女たちずっと今日まで3日間タクシーをチャーターしてジュリーの行くところを追っかけてるようですけど、そうですかね、ちょっと聞いてみて。你哋系咪喺飛機場坐的士跟住集团而家车一路？系啊。ジュリーの魅力について一人ずつ、どうしてそこまでもうタクシーをチャーターしてですね、バスをまたジュリーの車を追っかけるほど好きなのかね、その魅力についてちょっと聞いてみて。即系靓到令人难以抗拒咧，佢粒麦特别靓啊，佢依度粒麦特别靓啊。この点がね、とっても素晴らしいんです。あ、大好き。ここの点が、通訳してくれてるあなたにもここに点がありますが。ちょっと違います、うん、人気ないです。いやいや、ちょっと見せてください、カメラに。この点とどうか聞いてみてください。我的粒は、不是你啊。他的粒不同你的粒的、那位置。全然違いますか。あなたは。我啊，我喜欢他啦，即系好难讲啊，喜欢佢到嘅程度。素晴らしくてね、愛してるんです。愛してますか、はい、じゃあ今日楽しみですね、これから始まります。今年間開賞嘅時候你哋會唔會好開心？梗係會啦。一方、こちらはジュリーの楽屋。本番を直前にしたジュリーが緊張した中にもちらっとリラックスムードを見せています。日本の総領事から花束も届きました。最初のとこは香港では初めてのコンサートとあって、ジュリーの中で期待と不安が交錯します。同時通訳のミスター・チョーとの最後の打ち合わせにも力が入ります。こんなに大勢の皆さんに行こう、なんかしてますね。あとの煙あるからそういう感じじゃないですか。あ、それは俺後でいらないの？それは俺が後で。また食べてんの？そしてこんなに大勢の皆さんに僕たちのステージを見に来ていただけて大変嬉しく思います。そこまで言ってね、はい、そこまで言ってね。
大変嬉しく思います。今日のステージが、皆さんにとっても僕にとっても、大変、ハッピーなものになるように頑張ります。疲れてしまい、生きてることさえ嫌だと泣いた。壊れたピアノで思い出の歌、片手で弾いてはため息ついた。時の過ぎゆくままに好みを任せ、男と女が漂いながら落ちてゆくのも幸せだよと、二人冷たい体合わせる。傷なら治せるけれど、心の痛では癒せはしない。小指に食い込む指輪を見つめ、あなたを昔を思って泣いた。時の過ぎゆくままに好みを任せ、男と女が漂いながら、もしも二人が愛せるならば、窓の景色も変わらない。時の過ぎゆくままに好みを任せ、男と女が漂いながら、もしも景色も変わってゆくだろう。硬い髪の人、朝髪がゴワゴワしない？私はサンシルク硬い髪を。どあなた、どのサンシルク？香港を旅する醍醐味は、なんといっても美味しいものを食べることに尽きると言えるでしょう。このスタミナ料理店は自然のものを食べさせることで有名。ほらほら出てきました。このお店では調理場の裏に動物園顔負けの飼育小屋があり、たくさんの生き物を飼っています。それを香港で一二の腕前のコックさんが一流の味付けで調理してくれます。では素晴らしいスタミナ料理をご覧いただきましょう。まあ、今日は朝からですね、もうジュリーはお稽古をやりまして、それから取材攻めに会いまして、もう
大変疲労したと思うんで、その元気をつけ元気をつけていただこうというこのメニューをちょっと説明いたしますがね、これすごいんですよ。さてこれから沢田研二さんが食べますのはツバメじゃなくてツバメの巣だ。そうです。さあまず毒味をします。はい、ツバメの巣って、これがツバメの巣？中に入ってます。あ、中に。あ、これはタケノコの皮。そうです。あ、包んである。包んである。これはツバメの巣。はいはい、中が。食べたらね、皮膚が柔らかくなる。これでパックしたら綺麗なんじゃなくね。これ何もつけないで、そのまま。そう、そのまま、そのまま。両方は、両方でもね、一番高い。あ、これ、これは香港でも一番高い。そうですね。ツバメの巣、これを食べると肌が綺麗になる。そうです、ね、そうです。あ、鼻綺麗になっちゃう。あなたにも分けてあげたい。これが、イノシシ焼き。それが二十何キロ？二十五キロ？二十五キロぐらい。ぐらいのイノシシ。ボナペティ。はい、ボナペティ。これはなんか食べ慣れない人がいきなり食うと死ぬって話があるけど。どう、うん、どんな味ですか。おいしい。やっぱこれ初めての味だ。初めての味。あ、そう。例えば牛でもない。牛でもない。豚でもない。豚でもない。うん、牛と豚を同時に食べたら、こんな味ですか。こんな味かな。ああ、さあ、いよいよジュリー、本日のハイライトが参りました。タヌキとアワビのお鍋と。タヌキのために沢田研二さん一つ温度をとってタヌキに乾杯を一つ。日本にはタヌキンとなんてことが言いますが、ではタヌキに。タヌキさん、かけて出ないように。乾杯。乾杯。ポンポコポン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 。それ腹のとこですか。じゃあ、はい、ついにジュリーがタヌキを食べました。ここはジュリーのコンサートの生中継をするテレビ局。ここのスタジオを借りてジュリーとオールウェイズは最後のリハーサルに熱がこもります。このスタジオはいつもは子供番組を撮るところなので、周囲は楽しい漫画のセットに彩られています。そのせいかリハーサルもリラックスした雰囲気の中で進められました。本番を直前にしてジュリーのラストスパートがかかります。今日まで二人は恋というなの旅をしていたと言えるあなたは年上の人美しすぎる。We'll be right back.
ちょっとずれてる周波数無理も我慢もしなくていいちょっとずれてる周波数
黄昏なら柔らかな丘
してねえ何時は近くの墓場を探してみろよ。ダブルのグラスに金を差しゆっくり眠っているはずだから。ダバダディ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 ちょっといいジョークだね。お前が性ある女であればそのまま一緒に暮らしたけれど、心の優しい女だと分かってしまえばおさらばするよ。ダバダディディダバダディダバダディディダバダディダバダディ美しい嵐だね。一時を過ぎたらこの顔にブルーの影が出て、頬ずりしてきた女の子チクチクするわといったがった。寄せよ寄せよ酔えなくなるよ。ダバダディ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 ダ。急いで生きたら三十いくつ、どうやら俺には二時間目の酒場と墓場の歌巻き芝居。ダバダディディダバダディダダバダディディダバダディダダバダディダ元気なの
ぜかしらけた感じだし、あわよとさらりと送ってみるか。別にふざけて困らせたわけじゃない、愛というのに照らせただけだよ。夜というのに派手なロコをどかけて朝までふざけよう。ワンマンショーで全てを Remember。
トチェ、あなたは
りと天使の気分でいるけれど最後で疲れて私の胸で東京
沢田研二香港公演はこうして終わった。今回の、沢田研二賞の成功を祝いまして乾杯。ささやかな打ち上げパーティーで成功の喜びをスタッフは分かち合った。それでは皆さん本当にありがとうございました。お手を拝借よー。やっ